日吉大社の御子林場神社の御輿、東京、深川の富岡八幡宮の境内に飾られている、日本一の大きさの御輿。御子。御子は、通常、神道の祭りの際に、普段は神社にいる神霊が、宇治湖町内、お旅社などへ徒御するにあたって一時的に沈まるとされる、古紙である。古紙であるから、通常は担ぎ上げて移動するものを指して言うが、 それを台車に乗せて引くものなど別形態のものも指すことがある。祭りによっては、御しの巡行に出し、断じりなどの屋台が随行することもある。御しは腰に語をつけたものであるが、さらに語をつけてお御しと呼ばれる場合がある。神が乗る腰であるので、御神輿とも書かれる。神社の御しを一般に本社神よと言い、神社に 本社信与が一期のみ存在する神社もあれば、三社祭りで有名な浅草神社のように一社で三期の神社信与を持つ神社もある。うじ子町会がみこを持っている場合はこれを町会信与と呼び、この中で清掃年部が担ぐものを大人みこ女性が担ぐこを女信与子供は子供みこと呼んでいる。特に銅が箱型で内部が空洞のものを法連と呼び、実際に 人間や大きめの神器、より城が乗るものとして作られたのが起源とされるため、小型のものは存在しない。神輿と法蓮の定義で議論になるが、文字通りの意味を定義と捉えた場合、法王をつけた神輿すべてが法蓮になってしまい、逆に法王を冠していない法蓮も存在するため、皇族などの貴人が乗る腰と定義としている書籍が多い。これに比べて、御腰は諸説あるが、 法蓮から発展し、神霊が乗ることに特化したものであるという解釈ができ、口実のように成人男性が一人で持てそうな小型のものから中に入れそうな大型のものまである。御腰と法蓮を合わせて、連護詞と呼ぶが、定義も去ることながら、外見では判断しにくいため、双方とも御腰と総称されているのが現状である。一般的に神霊をかたどった腰が多いが、沈黙。 人の世紀をかたどったもの、人形を置いたみこし、四方に絵を描き上げに、弓張り上鎮を並べたまん、灯みこしがあるほか、神酒だるを用いた樽みこしなどもある。神殿作りの一般的なみこしでも四角形のほかに、六角形のものや八角形のみこしも、関西を中心に存在する。東京では、住吉神社の八角神舎が有名である。山梨県、 富士吉田市の富士山家具、小室浅間神社の富士山御し屋根は通常、その御しが属する神社の神殿を模したものとなる。このため、寺社に多い東派府、もしくは、延べ屋根が採用される場合が多い。次に八棟造りが多く存在していると思われる。また、少数ながら霧妻造りもあり、神田明神の三の宮宝蓮のような入りもや造りも見られる。なお、この腰には、 チギとカツオギが付き、大鳥もギボシもない。通常は屋根の上は凰、またはギボシが置かれ、稀に神社にちなんだ鳥などがある場合はそれを冠している場合がある。わらびて、編集屋根の対角線の出っ張りを、の筋というが、ここから直接わらびてが伸びているものが、関東では一般的であり、関西では屋根の下からわらびてが伸びているみこしが多い。江戸みこしでは、 宗州みこしに比べて、わらび手が、長いまたは大きい太い抵抗がある。江戸みこしでは細く、甲羅瓶のようにすぼまった形状が多いが、湘南のどっこい担ぎに使われるみこしは、万道信与も含めて、太めのストレート型が多く、宗州信与、湘南信与と言われ、台話に、タンスと呼ばれる缶がついている場合が多い。台座、編集台話から直接、動が構成されている形式を、 平屋台作りという、比較的古い越しに多い、神社のように、回廊、高乱、回で銅の周りを装飾した形式を、高乱作りといい、最近の江戸越しなどに多い、参考、大きさ比較イコール長快大人越し、本社信用、子供越し、出しの比較大きさの単位は、普通、台話と呼ばれる部位の幅で測られる。 標準的なものでも、幼児用の大和寸法 24cm、担ぎ棒を含む、総重量 18kg といった小さなものから、大和寸法 105cm、総重量 550kg 程度のものまである。ただし、衣装などにより重量は多少異なってくる。なお、大和寸法が 60cm の場合、担ぎ棒を一度に傾げる人数は50人となる。日本で一番大きなしは、 東京都富岡八幡宮の御本社一の宮御腰と言われてはいるが、現在では担いで渡揚することができない。また、大和幅だけで言うと、東京文京区のネーズ神社の本社信用の方が大きい。重量は5 0 0ラム。担ぎ棒込みで1トンを超えるものも珍しくない。一般的には、本社信用町会大人御腰女御腰、または子供御腰の順に大きい。担ぎ棒にも、 型や色、数は様々あり、同じみこしでも用途に応じて、長さや数を変えたりすることがある。棒の先に金物がついている場合があり、これを棒先金物という、みこしへの固定には、くさびを打ち込み固定、さらに釘でくさびを固定する。時には担ぎ棒に干渉剤にするための布団様の物を取り付けることもあり、祭りによっては干渉剤の中身を真わだにしていることもある。 形状、編集丸型と四角型が大半である。担ぎ棒の数、編集通常は4展望の小田原、松原神社の本社見越。し、6展望を外す作業風景。見入り前に5分ほどで取り外し作業が完了した。2展望台はあの穴を通り、前後方向に2本の親棒だけがついた2展望が、最もシンプルである。メリットは狭い道でも巡航でき、組み立ても簡単なか。 みこしぶりをする横田担ぎや小田原の京、神んや大原裸祭りなどのみこしの担ぎ方では必須の仕様である。四点棒担ぎ手を増やしたい場合など、親棒から左右方向に、トンボと呼ばれる横棒を2本伸ばし、その先に前後方向を向いた脇棒を加えたもの。前後方向の担ぎ棒が合計で4本で、このタイプのみこしが最も多い、六点棒前後方向が6本のもの。 大型で重い本社信用を中心に採用されている。例として、鎌倉後諸神社の本社信用など、東京四谷の須賀神社、小田原の松原神社など、普段は四天望ながら、限定的に六天望で担がれる場合もある。六天望プラス四天望を通常、六天望とは縦棒のみを指し、横棒は腰の前と後の計二本であるが、これにトンボを追加した六天望プラス四天望の、 みこしも存在する。二展望プラス六展望蒸気と逆の構造で、二展望に、トンボが四本、または六本のみこしもある。例としては、城南担ぎの品川近辺で見られる、城南神用である。ちなみに、同タイプのみこしは、台は棒は長なく、棒の上に台座が乗る。二展望プラス二展望二展望二,二トンボを二本のみ、いして、担ぎ手を増やすことができるようにしたみこしもある。 この方式の配置は、みこしの差し上げや、みこしを担いだままその場で水平方向に素早く回転させるのに動きやすい利点がある。例として、北海道江差市町の八大竜狼八甲を、清志団霊体祭のみこしと御で見ることができる。四天棒プラスに天棒四天棒にとん棒う本のみ、配して担ぎ手を増やすことができるようにしたみこし。 見こしの差し上げや見こしを担いだままその場で水平方向に素早く回転させるのに動きやすい利点が上記の2点棒プラス2点棒と同様である担ぎ棒同士の組み付けはボルトナットやダボで組みこれらに縄やひたしたさらしで巻き上げてたりそれぞれ単独の方法で組み立てる場合などいろいろな方法がある担ぎ棒の組み付けダボと縄の場合仕上げ色編集白木と 黒、朱色、漆塗りなどがある。形状も含めて混在している見こしもあるが、これは美的観点から意図的に行われている場合もあるが、に展望46と増設した場合や補修で、既存の棒と合うものがなく、仕方なく装着している場合もある。色と型の違う担ぎ棒、花棒、編集、親棒、花棒、本棒の先端を花と言い、一番目立つ場所である。 ことから取り合いになることが多い。舵取りや顔として目立つ、意味の花形と先端を意味する、花先の意味からこう呼ばれている。通常は、主要部分は木製であり、その製作には20種類の職人が携わる。質素な白木のものから、漆塗り、極彩色のものまで様々である。部品点数は3000程度。みこしは、担いで、長時間荒々しく揺さぶられる場合が多いため、 細かなパーツを組み合わせするマス組み構造で、その振動、衝撃を吸収する。通常、金属の宝飾品取り付け以外は、釘は使われない。また、製作工程を統括するものを、新吉と呼ぶ、2種類に大別される。例、京都岩清水、八幡宮、東京日枝神社信仰祭など。例、滋賀日吉大社、三能祭、京都八坂神社、祇園祭り。 東京浅草神社、三社祭り、鳥越神社、鳥越祭りなど全国各所、いわゆる暴れ御腰である、平安時代後期、比叡山延暦寺の総平等は、日吉神社の御しをもって豪祖し、白川法王に、鴨川の水、すごろくの祭、山帽子。これぞ、真が心にままならぬものと言わしめた。大王山最長寺の御し仏教の寺院が腰を、 持ち巡行することもある。ここでは意味合い的に、見越しでなく、見越しと表記する。神仏集合が見られる、御霊信仰や擬音信仰では、ご霊会や擬音祭りの際に、見越しが用いられてきた。神仏分離霊で、神道神社と仏教寺院に分かれた後も、自社ともに、見越しが用いられている。日教や修験道の寺院の祭りの際にも見越しを、用いる霊が見られる。 街中を渡御する御腰、大正初期町を歩いて、お旅所や商店を回る東京や、A 神社と B 神社を巡行する者、一定の場所に集結し、お浜織や、信用同士をぶつけ合ったりする者など様々で、祭りの中で、それが果たす役割は、多種多様である。メディアを再生する御腰、駒込高しそ神社大祭明確な統計はないが、全国的には、通常、平かつぎと呼ばれる、 ワッシの掛け声でみこしを揺らさずに担ぐ地域が多いと思われる。揺らす場合は、江戸前に分類される。担ぎ場所の選定方法、編集みこしを担ぐ際に、どの位置で担ぐかは、完全に自由であったり、お客さんを前の方に入れたり、その地区のうじ子を優先したりと様々であるが、以下のような決定方法もある。花棒を合わせ、四方を合わせ、 編集四方合わせ解説複数の見越しが対面、または複数の方向から一点を目指し進み、花棒を合わせるように近づくこと。四つ角の交差点などで行われる場合を特に、四方合わせと呼ぶ。祭典時やパレードなどの観光行事において行われる。あらゆる担ぎ方で実行可能と思われるが、小田原流のように走る見越しは特に危険が伴う。担ぐ時の掛け声は、 シ書イや、エッサ、ソイヤなどというところが多い。例、岡山県新見市の岩山神社それぞれの語源については諸説があり、和上道形、和を背負う、和と一緒、和を背負うという意味から来ているという説や、エッサは古代ヘブライ語から来ているという説、または単なるエッサホイサといった掛け声であるという説など様々である。特殊な例としては、 北海道江差市町の馬上,上大神宮都御祭における、御子都御や、宿入りの儀においては、担ぎ手が、やいよいという掛け声をかける。補助の掛け声、編集御子は本来、その神社のうじ子によって担がれるものであるが、担ぎ手の不足や、町おこしなどの理由により、うじ子以外の参加を認める、ケースが都市部を中心に増えている。そのため、外部の応援団体が、地元のルールを知らない。 カロンジル、などの一員で問題が生じないよう留意すべきである。また、三者祭りの宮出し等で見られる、活疑棒に乗るという行為も、神様が鎮座する、御腰の上に人が乗るとは何事だという、否定的意見と、新予都業を安全に誘導するためには、仕方がない、祭礼文営への貢献のお礼などといった、肯定的意見の論争が見られるが、概ね世間の評価は、否定的である。 東京都では迷惑防止条例で見越しに乗る行為は禁止されており、6月未満の懲役、または50万円以下の罰金が課せられる。見越しの扱いは地域によって違い、上から見下ろすことさえ禁じられているところもあるので、参加する場合はその地域の規則を熟知するということが大切である。2019年9月20日、神奈川県警察は県内の4つの見越し会代表が、 衆議名目で指定暴力団田川会計組幹部に現金を渡していたとして、双方に対し暴力団排除条例に基づき中止の勧告を行った。諸説あるが、そのうちの一つとして以下のような説がある。狩猟と採集による移住を繰り返した時代に行われた収穫祭の祭壇が起源で、この時は祭りが終わると、御腰は取り壊され、 毎年新たな御輿を作って、天井の神を招いていた。農耕が始まり人々が定住するようになると、神に対しても定住が求められるようになり、居所としての神社が誕生した。そして神の乗り物として、御輿が継承され現在のような形になった。この説を採用した観光協会等において外人に対し御輿を持ち運び可能な神社と説明されることが多い。 文献上での書室は、奈良時代の岩章天皇の治世、養老四年九州で起こった、ヤトの乱にあるという、同年二月九州南部の大隅、薩摩に住むヤトは、大隅国主、陽光丸を殺害して、反乱を起こした。朝廷は、家人としても有名な大友旅人を、住むヤト自設大将軍に任命し、一万を超す、軍隊を派兵した。この時、 朝廷は、宇佐八幡宮に直視を派遣し、国家鎮護と早戸討伐を祈願した。当時は、今の大分県宇佐市小倉山でなく、近くの小山田に鎮座していた八幡神は、この願いに応じ、割れ行きて下し不すべし。自ら新軍を率いて、早戸討伐に赴くと託戦を下した。朝廷は、無前国志うつとむ首男人に命じ、八幡神の神霊が乗るみこを作らせた。 八幡うさぐる五卓選手によれば、武善国師に仰せつけられ、初めて御腰を作らしむとある、聖武天皇が奈良に東大寺を建て、ビルシャナ仏を建立して、国の象徴として建設にあたるとき、天平城法元年に、これを助けるために、うさやわたがみは、屋根に金色の鳳凰が輝く天皇の乗り物に乗って、奈良の都へと投御した。 この法蓮こそが1300年の歳月を経て今に伝わる御輿の原型である。平安時代になると、大海の日吉大社や京都の祇園社、今宮神社、北の天満宮や大阪の大阪天満宮などでも御輿が作られた。法蓮をもとにして、これに魔よけの友絵門や神門を飾り、ミニチュアの神社のように鳥居や、玉垣、甲覧などが付けられた。こうして、主に、奈良、 京都を中心にして、みこしが一般化された。以下は、江戸の話であるが、本来みこしは、神社から一台が、出しは、町内から出るもので、通常、みこしの一形態ではなく、みこしとは別物である。また出しは、市中に電線が張られた都合などから明治中期以降は、運用が難しくなった。このため神社より、町みこしや分子を行い、出しの代わりに、 町御腰が巡行するようになった。この風習は近隣地域にも広がった。なお、太平洋戦争中は、兵員の招集による担ぎ手不足や、金属教室などのため、そして戦後は空襲による消失などのために一度信用は減少した。ものの、その後1953年から1960年にかけて御腰の新潮ブームが起こったという、ありがとうございます。